根津カ一郎山梨県山梨市の万力公園には銅像がある。現地の解説版によると、1932年に建立されたが、戦時教室され、1960年に再建。初代、根津カ一郎昭和15年1月4日は、日本の政治家、実業家で、根津財閥の創始者。東武鉄道や南海鉄道など、日本国内の多くの鉄道敷設や、 再建事業に関わった。鉄道王と呼ばれることで有名。現在の武蔵大学及び武蔵中学校、高等学校の前身である旧正武蔵高等学校の創立者。海の国山梨郡聖徳寺村に生まれる。根津家は雑穀商や七夜業も営む豪商で油屋の屋号を有していた。根津王殿によれば明治10年に 山梨国役所の書記として働いていたが、民権運動にも携わる。長兄の死により、家督を相続し、明治二十二年には村会議員となった後、東京へ進出する。若尾一平や天宮慶次郎と知り合い、公衆財閥を形成する。明治二十四年には、渡辺志信、小田切健明、佐竹作太郎ら名簿家とともに、鉄道規制同盟会を結成し、 中央本線の布設運動を行う。第一徴兵保険会社や帝国火災保険、富国徴兵保険など保険会社の資金を運用し、東京電灯の買収などに関わる。明治38年には、東武鉄道の社長に就任し、経営再建に取り組んだ。その他にも経営に行き詰まった企業を多く買収し、再建を図ったことから、 家中の栗を拾う男、ボロガイ一郎との異名ややゆを与えられることもあった。資本関係を持った鉄道会社は25社に及び、例多くの会社において名誉社長などに就任した。その中の数社には、同じ公衆出身の早川特事を送り込み、経営を任せて再建している。明治37年以降、衆議院議員を連続4期務めたほか 大正15年12月より直線貴族院議員となった。社会から得た利益は社会に還元する義務があるという、信念のもと、教育事業も手掛け、大正11年に旧正武蔵高等学校を創立する。昭和15年、満79歳で死去。墓所は玉霊園。海一郎は茶人としても知られ、青山と合して茶道をたしなみ、 多くの茶道具や古美術を収集している。公衆財閥をはじめとする実業家は茶道をたしなむ人物が多く、彼らは茶会を古美術の鑑賞目的以外に情報交換の場として利用した。生前から宮島聖二郎の紹介で吉田茂の面識を得ていたが、死後、遺族に課税されるはずだった莫大な相続税を、 東京財務局長の池田隼人が特例で美術館への寄贈名目として免除したことから、根津の遺族と池田隼人の関係が深まり、これが後に池田内閣成立につながっていく。根津海一郎の成果、山梨市の根津記念館晩年に経営者となった東武鉄道との関係は、明治38年に780株を取得したことから始まる。 これは根津が当時所有していた他の鉄道会社の持ち株数に比べると極めて少ないものであり当初経営の参加は当然行っていなかったが赤字続きだった東武鉄道からの要請もあって経営に参加し路線延長や東場鉄道との対等合併を推進するなどその手腕を発揮したしかし根津は昭和に入る頃まではまだ 東武鉄道の経営が主な仕事となっておらず、なおも投資家として、資本参加した南海鉄道、京浜地下鉄道、南朝鮮鉄道をはじめとする全国の鉄道の取締役についていた。没後、長男、藤太郎が二代目海一郎を名乗り、東武鉄道の経営を引き継いだ。なお二代目海一郎の退任後、社外出身社長の時代を経て、 現在は孫にあたる二代目、海一郎の次男、根塚澄すみが社長を務めている。ありがとうございます。